宮村髪切ったらしいよ。待って、見たい見たい。宮村くん、どうして髪切ったの？え、いや、なんとなく。ねえ、メガネない方がかっこいいよね。てか、ピアス開けたんだ。ね、すごい、すごい。写真いい？え、ちょ、私いい？いい。あ、横いいね。いい、横いい。かっこいい。え、こっち見て、こっち見て。肌綺麗。え、ありがとう。ありがとう。バイバイ。じゃあね。堀江、気にすんな。多分今だけだから。もっと角度つけて。もっと、はい、笑って笑って。そう、それ行こっか。こっち見て。よかったら俺のジャージ使う？え？え、だってそれじゃあ帰れないでしょ。あ、でも俺のじゃデカすぎるか。いや、借りる。ありがとう。あ、わかった。じゃあちょっと待ってて。いいよいいよいいよ。オッケー。何、どうしたの？いや、新藤から LINE 来て。中学の時の友達？そう。それで今なんかうちの前にいるんだって。ネットの検証が当たったらしくて、お裾分け的な。何を？雨1年分。ああ、俺の宮村がもうどこにもいない。てか、そもそもお前のじゃねえし。そっか、もう堀さんの宮村だもんな。どうも、新藤です。宮村からいろいろ聞いてます。どうも。てか、何話したの？いや、あの、そんな本当大したことは言ってないんだけど。え？あの、いや、っていうか、これ、こんな量どうすんだよ。何これ？ダメ。変な味ばっかじゃん。え？そんなことないよ。唐辛子。うん、唐辛子。わさび。わさび。イカスミ？イカスミだよ。チーズ。チーズって確か、お前の嫌いな。あ、嫌い？嫌い。何？何？なんだよ。チーズ。チーズ嫌い？チーズ嫌い？チーズ？いやいやいや、無理だって俺。チーズ無理！あー、うまい。なわけねえだろ！もうお腹痛くなってきた。トイレ。できた。トイレ。いってらっしゃい。かわいそうに。
まずい。それ何？粘土。よかったらいらない。俺一人じゃ全部食えないからさ。まステーキとかだったら全然余裕なんだけどね。いいってトールがもらったんでしょ。でも吉川も拭いてくれたし。そうだけど美味しいよ。ん？じゃあもらおうかな。うん。そんなことを。うん、本人から聞いた。それってもうトールのこと好きってことだよね。え、じゃないかな。もらった本人も気づいてないけどね。ユキは知ってたの？まあ。でもそれさくらが告ったら石川くん付き合うのかな。なんで？ほらまだ二人知り合ってから短いからさ。そんなのわかんないよ。タイミングってあるからさ。うん、うん、あ、ごめん、私そろそろ行くね。じゃあ。うん。じゃあ。ユキってさ、なんかわかるんだよね。気がついてほしくないことほど隠すし、本当に手放したくないものほど絶対に口に出さないの。だから言ってた、好きなものほど離れていっちゃうって。でもそれ自分から離れていってるだけなんだよね。それってもしかして。多分。なんで今？お決まりでしょう、こういうシチュエーションじゃ。宮村ってさ、こういう時逆に何もしないよね。え？堀さんの言う何かって？
何って。何かしていいの？ウェーイ。ただいま。いや、財布忘れちゃってさ。あれ？え、何？え、もしかしていいとこだった？まあ。よし。ケーキ。うん。私みたいなこれまで全然作ったことない人でも美味しくなるような。じゃあ、じゃあこれはどうかな。レシピ通りにやるだけでかなりうまくいくと思うけど。カップケーキで合ってる。あ、そこから確かめちゃう感じ。あ、いた。なんだよ、仲間外れ。こっち来んな。なんだよ。何あれ。これ違う。これは返して、うん、ちょっと。超まずい。だから来んなって言ったのに。ま、次に来たい。俺も来たい。私も。しょうがないな。任せとけ。おいしい。本当は。まずい。チーム分けたやつ表で、ここで合ってるよね。合ってます。一クラス一クラス提出するたび悪夢が近づいてる気がする。仙石くんは極端にスポーツが苦手だから。このままじゃ集体を晒すことになる。いいじゃん、そんな誰にでも一つぐらい苦手なものってあるんだよ。そうそう。宮村もなんか苦手なこととかあんの？あー、ホラー。でもあれはビビりながら見てるから結局好きなのか。え、それもしかして見せてるんじゃないよね。まずい。私が好きだから。それは宮村引いてるかも。そういうのは嘘でも怖がった方がいいよ。さすがに可愛くないかも。笑うだろうな。大丈夫だよ。可愛くないか。すっげえ面白いな。ありえねえだろ。めちゃめちゃ笑った。俺も笑った。めちゃくちゃ笑った。宮村？やっぱそうじゃん。元気してんの？うわぁ、雰囲気変わったな。谷原くんたちも。お前に名前呼ばれっと胸くそ悪いんだよな。何？高校入って調子こいてるわけ？おい、人が喋りかけてやってんだからなんか言えよ。あ、もういいよ。つまんねえ。ほっといていこうぜ。
邪魔します。じゃん、今日はシリーズ第25弾こけしたややこです。一人にさせて。嘘。お待たせ。私は可愛くない。え？宮村の方が女子っぽいし。それ傷つくよ。メッタのことじゃ怖がれないし、綾崎さんとか普通の女の子みたいに可愛いことなんてできないんだからしょうがないし。もしかしてなんかあのいろいろ頑張ってくれてた。知らないわよバカ。気づけなくてごめん。だからなんで宮村が謝んのよ。みんなバカ。バカなのは堀さんの方だよ。俺が好きなのは普通の女の子じゃなくてそのままの堀さんだから。ね、映画の続き一緒に見ようよ。いいの？超クロスプラッターでも？喜んで。雨降り始めたね。ほんと。私だってそのままの宮村がいい。
どうしたの？心臓の音を聞いてる。耳冷たいね。雨のせいかな。そうかもね。雨止まないと帰れないね。お邪魔します。ねえ、僕のこと嫌いになったの？どうして？だっていつも二人でばっかり遊んで、お姉ちゃんがもう僕のお姉ちゃんじゃないの？お姉ちゃんはそうたのでしょ。お兄ちゃんは？お兄ちゃんもそうたのお兄ちゃんだから。本当？うん。だけどそうたのお姉ちゃんは取らないからさ、京子をくれないかな。してくれる？堀さんのこと好きみたいだよ。男の戦いってやつでしょ。中学の時のお前に今のお前見せてやりたい。頑張れ！宮村！